キビウク、またはキビウックは土星の第24衛星である。イヌイット群に属する。2000年8月7日に、ブレッド・ジェイ・グラドマンが率いる観測チームによって発見された。発見は、同年11月18日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され、s 二千 s 五というカリフ号が与えられた。二千三年八月八日に、 イヌイット神話の巨人にちなんで命名された。サターン24という確定番号が与えられた。キビウクの半径はアルベド0.06と仮定すると8トルと推定される。イヌイット軍に属する不規則衛星の一つで、軌道傾斜角の大きい軌道をおよそ449日かけて、巡航軌道で降転する。表面はわずかに赤い色を示し、赤外線のスペクトルは、 他のイヌイット軍の衛星シャルナクとパーリ役に非常に類似している。そのため、これらイヌイット軍の衛星は共通の起源を持ち、大きな天体が破壊されることで形成された可能性がある。キビウクは古材共鳴の状態にあると考えられている。そのため、軌道離心率が上昇する間は、軌道傾斜角が減少する、あるいはその逆の変化を周期的に行っている。 2010年8月30日に土星探査機かーニが930万 km の距離からキビウクを観測し明るさの変化のデータを得た。そのデータをもとにして自転周期が21時間49分であることが判明した。ありがとうございます。